アハマドザキヤマニアハマドザキヤマニは、サウジアラビアの政治家、弁護士。1962年から1986年まで、サウジアラビアの石油鉱物資源省を務めた。引退後はコンサルタントを営んだ。サウジアラビア発の弁護士でもあり、王家の法律顧問を務め、サウジアラビアの法制度の近代化にも大きな影響を与えている。 1930年6月30日生にメッカで生まれる。祖父はトルコの大ムフティで父親もウラマーというイスラム法学者の家系に生まれた。17歳の時にカイロ大学に入学して1951年に法学の学位を取得した。メッカにあるサウジアラビア財務省に就職した後、国費留学生としてニューヨーク大学ロースクールで法律を学び、 1955年にエクセター大学から博士を授与され、1956年にはハーバードロースクールで学位を取得。留学先から帰国して財務省に戻ると所得税及びザカート税省で働いた。同時に1958年にはサウジアラビアで初の弁護士となり弁護士事務所を開設した。1973年の第四次中東戦争では、 欧米諸国がイスラエルを支持したことに対抗して、石油輸出国機構による石油金輸措置を主導し、第一次オイルショックを演出した。また、サウジアラム港を設立して、サウジアラビアの石油産業の発展に寄与した。1975年12月にカルラス・ザ・ジャッカルが起こしたオペック本部襲撃事件では、各国代表ら70名余りの人質の一人であった。 1986年10月29日に石油鉱物資源省を解任される。1990年に国際エネルギー問題を扱う情報センターをロンドンで設立しコンサルタントとなった。イギリスのロンドンで失去したと2021年2月23日に報じられた。ありがとうございます。